陸海軍は本夜8日未西太平洋においてアメリカ・イギリス軍と戦闘状態に入れる1942年5月7日、日本時間13時15分、現地ポートモレスビー時間15時15分、MO 機動部隊第五航空戦隊の空母、昇格、隋鶴から。 掃敵の97式艦航8機が発艦を開始します。この日早朝の掃敵同様、8機の艦航は2機1組で4つの掃敵船を形成し、200回り先まで進出する計画でした。2機1組であったこと、および進出距離が200回りに限定されたことは、搭乗員の連度と悪天候を考慮し、夜間機等のリスクを回避したダめだと思われます。MO 機動部隊と第17任務部隊の実際の距離は、 この頃には210回前後まで接近していたため、作敵船の先端で第17任務部隊を発見する可能性はありましたが、8機は敵艦隊を発見しないまま、18時台前半に全機帰頭しました。第17任務部隊では、この日、夕刻、現地時間16時47分と17時14分の2回、敵味方不明のレーダーコンタクトを記録しています。上空照会の F4F がそれぞれ確認に向かいましたが、 悪天候のため目標と接触できずに帰還しましたこのうち17時14分の消えは津らぎから発進した横浜航空隊の97式飛行艇だったと考えられていますが16時47分の消えは作敵の97式艦航だった可能性があります作敵機発艦から1時間後の16時15分五航線の2隻の空母から攻撃隊が発艦を開始します攻撃隊は 帰島が夜間となることが確実なため、夜間着艦可能な幹部搭乗員を中心に選抜されました。小核から12機、随核から15機の計27機の攻撃隊は戦闘機を伴わず、艦爆と艦航のみで構成されていました。進出距離は280海里が予定されていました。敵空母がこのまま東に進むのであれば、日没前後の18時30分頃には、 攻撃隊のの進出距離の圏内に入ることが期待されていましたしかし実際には攻撃隊発艦時第17任務部隊は MO 機動部隊から200回り未満にまで接近していました攻撃隊発艦後2隻の空母は30ノットの高速で西に向かいました敵空母との距離を詰めることで夜間しかも280回りという長距離を進行する攻撃隊の起動時の負担を軽減させる意図があったと思われます 一方同じ頃第17任務部隊は索敵機も攻撃隊も発艦させないまま南東方向に移動していました南東への移動はデボイネ北方にいると予想された日本空母から距離を置くためでしたが実際には任務部隊の東にいた機動部隊に接近していくことになりました軽空母諸歩を撃沈したとはいえ依然護航船の2隻の空母の所在をつかめないまま ラバウルの立港の行動半径内を航行する第17任務部隊が極めて危険な状態にあることに変化はありませんでした17時45分空母レキシントンのレーダーが南東二十数海里の空に航空機の編隊を探知します続いて17時48分には南東48海里に別の編隊も探知レキシントンの戦闘機管制士官は 上空警戒中だった8機の F4F のうち IFF を装備している4機を目標に向かわせますさらにレキシントンから第2戦闘飛行隊の F4F6 機ヨークタウンからは第42戦闘飛行隊の F4F12 機が発艦目標に向かいましたレキシントンのレーダーが捉えたこの編隊は16時15分に機動部隊から発進した第2次攻撃隊でした厚い雲に覆われた 日没直前の海上は視界が悪く、目視のみでの敵編隊の発見は極めて困難でしたが、レキシントンの戦闘機管制士官は、レーダーからの情報をもとに、コース変更を指示し、戦闘機体を敵編隊上空に誘導することに成功しました。5月6日以降、悪天候のため、能力を減災されていたアメリカ空母の艦隊防空システムが、その進化を発揮した瞬間でした。最初に接敵したのは ポール・ラムゼー少佐率いるレキシントンの第二戦闘飛行隊の F4F でした日本側記録によると彼らの攻撃が開始されたのは18時03分最初に攻撃を受けたのは島崎重和少佐率いる観光隊でしたアメリカ側記録によると97式観光のキャノピーは閉じられ後方機銃は収納された状態でした攻撃隊としては敵艦隊予想位置より100回り以上手前で 突如、敵戦闘機の攻撃を受けた形となり、攻撃は一方的な奇襲となりました。ごく短時間のうちに、指揮官機である島崎少佐機以下、多くの機体が被弾、最終的に随格観光隊9機のうち5機、昇格観光隊6機のうち3機が未機関となります。一方、遅れて攻撃を受けた高橋角一少佐率いる艦爆隊は、後方機銃で反撃し、敵戦闘機1機の撃墜を報告。 この時点で、艦爆隊には損害はありませんでした。しかし、編隊は分散し、各機は回避運動のため、魚雷と爆弾を投棄したため、攻撃続行は不可能となりました。混乱の中、攻撃隊は祈祷を開始します。アメリカ側では、夜間祈祷による行方不明機の続出を恐れ、攻撃中だった戦闘機体を呼び戻していました。 これに救われた形となりました。起還中の艦爆隊のうち、一部の機体は雲の合間に米空母を主認します。18時45分には1機がロッセル島の南南東110海里を南西に向けて航行する敵艦隊を報告しています。しかし、多くの機体は雲の下に見える艦隊を機動部隊と誤認していました。18時55分、第17任務部隊のヨークタウンは、 戦闘機体の収容を開始しますしかし、上空で旋回する黒い機械の数が、発艦した第42戦闘飛行隊の奇数よりも多いことは、艦長エリオット・バックマスター大祭下、多くの乗員に認識されていました。レキシントンを護衛していた駆逐艦フェルプスからも、艦隊上空に、翼端の角張った F4F 以外に、翼端の丸い機体が存在するとして、第17任務部隊司令部に問い合わせが行われました。 ヨークタウンの戦闘機管制士官も艦隊上空に敵味方不明機が多数旋回していることは認識していましたが任務部隊の戦闘機の大半は敵味方識別装置を搭載していない機体だったため旋回中の機体から敵機を識別することは不可能でした18時58分上空の敵味方不明機のうち3機がヨークタウンに着艦を試みますが着艦に失敗米海軍の手順では着艦に失敗した際は 左側に旋回して離脱するはずがこの機体は右側に旋回しましたこの状況を見てヨークタウンの砲術長アーネストデイビス少佐は対空射撃を命令するとともに日本機の侵入に備え眼内に総員切り込みに備えよという反戦時代以来の古い号令をかけますこの混乱は上空のヨークタウン戦闘機体から味方撃ちをやめるよう無線で要請があるまで続きました この時ヨークタウンに着艦を試みたのは、随核艦爆隊のエマタモツ隊域でした。エマ隊は、着艦直前、空母の環境が随核とは異なる形状であることに気づき、慌てて離脱したと回想しています。昇格艦爆隊の高橋角一将皿も、同様に空母レキシントンに着艦のため接近しつつありました。艦爆隊は敵機の攻撃を受けてから、 約40分東に飛行ししたた後発見した第17任務部隊を味方空母と誤認しました経験豊富なベテラン搭乗員たちがこのようなミスを犯した理由についてはいくつかが考えられます一つは事前に知らされていた敵空母予想位置が実際の第17任務部隊の位置より100回里以上東だったことですこのためのの多くの機体は奇襲を受けてから しばらく東に飛行した後に発見した空母を敵空母だと認識せず、攻撃隊収容のため、高速で精神してきた機動部隊の空母だと即断してしまいました。二つ目は後方の混乱です。福座の艦爆では、後部座席の偵察員は、後方、通信、機銃操作の3つの作業を兼務しており、敵機の攻撃を受けた際は、機銃操作で手いっぱいとなるため、その間、後方はおろそかになりがちです。 敵空母予想位置の遥か手前で敵戦闘機の奇襲を受けたため、その応戦に追われる間に、多くの機体でキーの把握が不正確になっていた可能性があります。三つ目は、日米海軍のモールス信号の偶然の一致です。高橋少佐は着艦前、空母レキシントンに発行信号で着艦よろしきやを問いかけますが、この信号は、アメリカ太平洋艦隊の通信規則では、味方きなりの合図でした。この結果 日米双方が着艦直前まで互いを味方と誤認していましたこの懇願の中で艦爆1機がおそらくは対空砲火のため未機関となりました攻撃隊は19時45分以降艦爆隊が先に帰投し続いて観光隊が帰投しました観光隊飛機艦島崎翔佐紀は被弾により主客が出ず胴体着陸を行いました 初めての作業でしたが、大きな混乱なく終了しました。しかし、攻撃隊の損害は甚大でした。艦爆隊の未機関は1機でしたが、観光隊は出撃15機中8機が未機関となりました。重要なのは、これらの機体の搭乗員が、いずれも夜間飛行可能なベテラン搭乗員だったことです。景気ににけた度のの高い搭乗員の減少により、 翌揚日の策的に使用可能な艦航の数は極めて限定されることになりました。五航船司令部は策的機の数を補うため第五戦隊の2隻の従順に推定が使用可能かを問い合わせますが動画「35回回戦1」で述べたように第五戦隊の零匹推定は6日の策的時に使用不能となっており残存機もこの日の悪天候下での作戦行動は困難であり策的機の補充は不可能でした。 攻撃待機当時の20時頃 MO 機動部隊と第17任務部隊の距離は100回り前後だったと考えられています航空機であれば数十分の距離まで日米空母は接近していました起動した高橋翔らは再攻撃を訴えますが護航戦司令部はこれ以上の損耗を回避し明朝の策的と攻撃に戦力を集中することを決定敵空母と一旦距離を置くため東に変身します 5月7日夜明け時点で139機だった日本側の空母航空戦力は、商法の沈没と、白母攻撃の失敗により96機にまで減少し、さらにこの中から、作敵のため、練度の高い搭乗員の乗る観光を何機か抽出する必要がありました。一方、アメリカ側は、日没前後の揚撃戦で、F4F3 機が未帰還となりました。第17任務部隊は この日の戦闘で10機余りを失いましたが、122機が依然使用可能であり、日本側航空戦力を逆転していました。第17任務部隊では、ヨークタウンに着艦を試みた日本軍機の機影が30回りほど東で旋回した後、レーダーから消えたと報告されていました。これは誤報でしたが、第17任務部隊司令部では、日本空母は極めて至近距離にいるとして、水上艦隊による野襲、あるいは レキシントンの第撃撃飛行隊による夜間雷撃が検討されますしかし、フレッチャー・少将は、これらの報告の信憑性に疑問を持っていたこと、そして、日本艦隊の正確な居場所を把握していないことを理由に野衆案を却下し、明朝以降の戦いに備えて、日本艦隊と距離を置くため、西に変身します。この結果、日米空母部隊は互いに遠ざかり、誤算と混乱に満ちた。 5月7日の戦闘はようやく終了します5月7日の戦闘の特徴は悪天候による作敵の混乱ですこの日早朝の作敵に日本側はアメリカ側の2倍以上に当たる二十数機の作敵機を投入しましたそしてアメリカ側が終日 MO 機動部隊を発見できなかったのに対し午前中の早い段階で第十七任務部隊を発見しましたしかし 7日日没時点で優位に立っていたのはアメリカ側でした。日本側は敵空母とその航空戦力にほとんど損害を与えられないまま空母肖保を撃沈され、5空船の航空戦力を大きく損納しました。作敵の混乱は悪天候に加え、フレッチャーの艦隊分離も大きな理由でした。敵陸上機の行動半径内でエアカバーを伴わないまま艦隊を分離したフレッチャーの判断は一般的に言って誤りであり。 モリソン戦士などでも批判の対象とされていますしかしクレース隊とシムス・ネオ将がそれぞれ日本側航空戦力の攻撃を吸収していなければ第17任務部隊は五航戦トラバウルの立航隊の双方から攻撃を受けていました7日の戦闘においてフレッチャーの艦隊分離は戦況をアメリカ側優位とした大きな要因であり同時にまた 指揮官の戦術的判断の成否を正当に評価することの難しさを象徴するものでした5月8日0時10分、五光線司令部は、第5戦隊からの返信により、明朝の策的に推定を使用することが不可能であることを認識しますこれを受け、五光線司令部は、MO 機動部隊司令部に対し、8日黎明治の到達地点を北に120回びずらすことを意見無心します。 これはロッセル島より北に移動することで、策的範囲を南側に限定し、より少ない奇数で策的を行うことを目的としたものでした。MO 機動部隊司令部は、この意見具針を受け入れ、機動部隊は夜半から北上を開始します。この判断は正解であり、8日早朝、機動部隊は第17任務部隊の半分以下の策的機で、敵艦隊の発見に成功します。また 7日、ロッセル島南方に停滞していた寒冷前線は次第に北東に移動し、前日、第17任務部隊に幸運をもたらした厚い雲は8日は機動部隊上空を覆うことになります6時15分、ロッセル島の東100海里の地点に到達した MO 機動部隊から作敵機が発進します7機の97式艦航は南西から南東にかけ250海里進出の予定でした。また この日は、つ波ぎから横浜航空隊の97式飛行艇3機、ラバウルから第4航空隊の1式陸航4機も3 5回の策的に向かいます。さらに、奇数は不明ながら、デボイネの水蒸気も3 5回の策的に向かいました。一方、第17任務部隊も MO 機動部隊の約10分後、6時25分以降に策的機18機を発艦させます。 第17任務部隊の作敵は360度に対して行われ、北側は12機で200回離進出、南側は6機で150回離進出の予定でした。この日、機動部隊は前日までの2機1組6戦の作敵をやめ、短期7戦の作敵を行いました。これは、白母攻撃の失敗による観光隊の奇数減少のためでしたが、その一方、各機の搭乗員には、 短期の長距離往生飛行が可能なベテラン搭乗員が選抜されました一方アメリカ側は360度の策的のために日本側を大幅に上回る18機の SBD を投入しました日本空母の存在の可能性が低い南側にも SBD6 機を投入したのはフレッチャーの判断でしたが策的に機動部隊より11機多く投入したことにより第17任務部隊の戦力的優位はかなり総裁されることになります 索敵機発艦後、レキシントンは4機の F4F を上空照会のため発艦させます。さらに7時24分には、ヨークタウンの上空照会のため、F4F4 機と SBD8 機を発艦させます。8時2分、ヨークタウンのレーダーが距離18回りの空に敵味方不明機を探知します。8時7分には、レキシントンのレーダーも北北西22回りに機影を探知。 しかし、低空を高速で飛行しているとおぼしき、この機影は、9分後の8時16分、レーダー上から消えたため、上空警戒の F4F は接触できませんでした。この機体は、昇格の索的機、艦の建造飛行長機でした。8時20分、レキシントン第二偵察飛行隊の SBD、ジョゼフ・スミス中域機が、ロッセル島東南島の海上に日本艦隊を発見します。 当初音声通信で発信された敵艦隊発見の報告は途中で通信が途絶したためしばらくのちモーリス信号で発信されますこの報告は隣接する作敵船を飛行していた第二偵察飛行隊飛機官ロバート・ディクソン少佐によっても再発信され第17任務部隊司令部は8時30分頃2隻の敵空母の位置を把握します一方 日本側の米空母発見もほぼ同時刻でした。8時22分、小核作的機、艦の建造飛走長機は、発信地点から南南東235海里の海上に敵空母を発見、直ちに打電します。艦の飛走長機は、これ以降約1時間半にわたり、第17任務部隊に直接、12通の詳細な報告を打電します。この日の第17任務部隊周辺海域は、天候も良く、 任務部隊各艦のレーダーは、複数回にわたり、艦の機と思われる機影を捉えましたが、方向を変えて水平線を出入りする艦の機の巧みな直接に翻弄され、上空の F4F は艦の機に接触できませんでした。しかし、8時22分、艦の機が発信した敵空母発見の方は、その直後、第17任務部隊に把握されていました。レキシントン艦長、フレデリック・シャーマン大佐は、この情報を受け、 11時頃の日本軍機来襲を覚悟します。こうして8時30分頃日米医療空母部隊は、ほぼ同時に互いを発見します。この時点での両艦隊の距離は200回り前後でしたが、スミス中域の報告位置は、機動部隊の実際位置より20回り以上南にずれていたと思われます。8時38分、第17任務部隊司令部は、作敵機からの情報を総合し、日本艦隊は、 任務部隊の北北東約175海里に位置すると判断しますこの距離は TBD の行動半径ギリギリの距離でしたがフレッチャーは攻撃隊発艦後に日本艦隊に接近し機体の収容を行うこととし攻撃隊の迅速な発艦を命じます7日の諜報攻撃時とは異なり敵空母から攻撃を受ける可能性が極めて高いこの日の状況下では一刻も早い攻撃隊発艦が必要との判断でした 一方、五航線司令部は前日の索敵の失敗から、菅野機からの第一報に対しては慎重な姿勢を崩しませんでした。しかし、その後、約30分以内に菅野機は、警護通の報告を打電、敵空母部隊の方位、位置、進路、および周囲の天候について、詳細な報告を行ったことから、菅野機の索敵情報を正確と判断、攻撃隊の発艦を決意します。9時00分、ヨークタウンから、 F4F6 機、SBD24 機、TBD9 機、K39 機の攻撃隊が発艦を開始します。1000本ンン爆弾を搭載した SBD24 機は、2機の F4F に護衛され、高度約5000メートルを。来走した TBD9 機は、4機の F4F に護衛され、高度60メートルを飛行し、9時15分以降、日本艦隊へと向かいました。9時7分、レキシントンからも。 F4F9 機、SBD22 機、TBD12 機、K43 機の攻撃隊が発艦を開始します。レキシントンの攻撃隊は、第2爆撃飛行隊の SBD18 機、第2偵察飛行隊の SBD4 機、第2雷撃飛行隊の TBD12 機の3つのグループに分離し、それぞれに3機、2機、4機の F4F が護衛につきました。3つのグループは9時25分以降、 日本艦隊へと向かいましたアメリカ側攻撃隊の特徴は、主に SBD と TBD の性能差から、各編隊が分離して日本艦隊に向かった点です。このため、K15 機の F4F は、各編隊に少数機ずつが随伴し、護衛戦闘機の戦力は分散されることになりました。さらに、この日の悪天候と、スミス機の報告位置が、機動部隊の実際位置からずれていたこともあり、 レキシントンの SBD18 機と F4F3 機は日本艦隊を発見できないまま空母に帰投することになります。作的に多数の SBD を投入したこと、およびレキシントンの第二爆撃飛行隊が攻撃に参加できなかったことにより、アメリカ側の戦力的優位は消滅し、この日の戦いは日米空母航空隊の互角の戦いとなります。攻撃隊発艦後、ヨークタウンのフレッチャー少将は、 レキシントンのフィッチ・ショウショウは1930年に飛行士資格を出得して以降アメリカ海軍航空の要職を歴任してきた経験豊かな空母部隊司令官であり7日までの戦闘では艦隊全体の指揮は1000人であるフレッチャー・ショウショウがとり航空部隊の戦術指揮はフィッチ・ショウショウが取るという役割分担が行われてきました。しかしか無線風で 2隻の空母に引き艦が分譲していたため、発行信号での意思疎通に時間がかかるなどの問題があり、日本機の来週がほぼ確実となった、この段階での指揮権異常となりました。日米双方とも空母部隊の指揮運用は、依然として試行錯誤の段階にありました。一方、機動部隊からの攻撃隊発艦は、ヨークタウンの10分後、9時10分からでした。 零戦十八機、救急式艦爆三十三機、九七式艦航十八機、計六十九機の攻撃隊は、九時十五分までに発艦を終え、空中集合の後、機動部隊上空のスコールを迂回して、敵艦隊へと向かいました。また、ラバウルの立航隊は、前日同様、敵空母攻撃のために待機していましたが、早朝の作敵機発進以降、豪雨により、滑走路のコンディションが極端に悪化したため、 この日の日攻撃は断念されましたさらに、スラギの横浜航空隊は、菅の機の敵空母発見の報を受け、すでに発進した3機の97式飛行艇を同海域に向かわせるとともに、来走した3機を敵空母攻撃に発進させます。しかし、13時15分に発進した3機は敵空母を発見できないまま、スラギに帰島この日の戦闘は、機動部隊と第17任務部隊の一騎打ちとなります。 攻撃隊発艦後、機動部隊の2隻の空母は、30ノット近い高速で南下を開始します。これは、攻撃隊の機頭、収容を容易にするためだったと思われますが、日米艦隊の距離が詰まった結果、航続距離の短い t b d の日本艦隊への到達を可能とすることになります。9時40分、第17任務部隊に直接する艦の機は、敵機約30機、味方主力に向かうと打電します。 これはヨークタウン隊からキシントン隊いずれかの攻撃隊を目撃したものだと思われます9時48分第17任務部隊は艦隊に接近する飛行艇を発見上空哨戒の F4F が直ちに溶撃に向かい10時過ぎに同機を撃墜しますこの機体はつらぎから作敵のため離陸し菅野機からの情報に基づき 第17任務部隊に近づきつつあった横浜航空隊大森明予備将一機でした同じく9時48分機動部隊も上空に敵機を発見上空直営の冷戦を直ちに発艦させますしかしこれは機動部隊上空のスコールを迂回して敵艦隊へと向かった攻撃隊の5人であり緊急発艦した冷戦は10時15分以降2隻の空母に再度着艦しますこの収容作業に続き 早朝に発進した上空警戒機の収容作業も行ったため、機動部隊は体形を大きく乱したまま、第17任務部隊の攻撃を受けることになります。また、正確な時刻と位置は不明ですが、機動部隊と任務部隊の攻撃隊は、飛行途中、目視可能な距離ですれ違っていました。ヨークタウン第5偵察飛行回避機関、ウィリアム・バーチ少佐は、高度約5000メートルを飛行中。 はるか遠方を逆方向に飛行する航空機の編隊を目撃しています。これは高度約 3000m を南南西に向かう機動部隊の攻撃隊だったと思われます。9時55分、第17任務部隊に直接する艦の機は、我、今より帰頭に着く小田ン約1時間半に及ぶ直接を終え、帰島を開始します。10時12分、空母レキシントンから SBD10 機が発艦します。 発艦した SBD は雷撃機の来襲に備え任務部隊の周辺に低高度で配置されました20機に満たない F4F に加え急降下爆撃機である SBD を動きの鈍い雷撃機用溶撃機として使うこのアイデアはレキシントン艦長シャーマン大佐によるものでしたしかしこのアイデアは日本の雷撃機が TBD と同等の性能であることを前提としており実際には雷装状態での最高速が tbd より100キロ以上高速の97式艦攻相手に全く機能せずに終わることになりますこうして日米空母艦上機は30分未満の時間差でそれぞれ敵空母に攻撃を開始します300キロ以上の距離を隔ててほぼ同時進行したこの2つの戦いについてこの動画ではまず第17任務部隊攻撃隊による機動部隊への攻撃を解説する構成をとります 10時32分、ヨークタウン隊の24機の SBD は、雲の合間に戦艦1・空母2・従順3を中心とする日本艦隊を発見します。すでに述べたように、当時、機動部隊の体系は、冷戦の発着によって大きく乱れ、昇格は隋隔の約8000メートル後方を単独で航行しつつありました。しかし、ヨークタウン隊は、雷爆同時攻撃を実施するため、 10時49分、攻撃位置に着いたバーチ詳細化24機の SBD は、機動部隊上空で旋回して、速度の遅い9機の TBD の到着を待ちます。この10分余りのタイムロスは、日本側に鉄器の来襲に対応する時間を与えました。一方、機動部隊の鉄器発見は10時53分でした。レーダーを装備していないこと、および機動部隊上空の悪天候のため、 敵機発見は遅れました10時54分には、第7駆逐隊の2隻の駆逐艦が対空射撃を開始、また、上空照会中の12機の冷戦に加え、10時56分以降、随格から4機の冷戦が発艦しました。10時57分、ヨークタウン第5雷撃飛行隊のジョゼフ・テイラー少佐が日本艦隊を指認。 バーチ少佐以下第5偵察飛行隊の7機の SBD は、昇格に攻撃を開始します。上空の冷戦隊が敵機の存在に気づいたのは、バーチ少佐が昇格に攻撃を開始して以降でした。第5偵察飛行隊の7機の SBD は、昇格冷戦隊の数機から攻撃を受け、全機が被弾しますが、セルフシーリングタンクと防弾公判の効果により、悲劇追記はありませんでした。しかし SBD の全部キャノピーと望遠鏡式車爆小巡機はまたしても結露により視界不良となり7機の投下した爆弾は全て命中しませんでした晴天だった7日の正報攻撃時にはこのトラブルは報告されておらず8日の機動部隊周辺海域の湿度が極めて高かったことが原因だったと思われます11時3分隋格は進路前方のスコールの厚い雲に突入しますこれにより 以降のヨークタウン隊の攻撃は昇格に集中することになりますその直後ウォーレスショート隊医率いる第五爆撃飛行隊の17機の sbd が昇格に攻撃を開始します第五爆撃飛行隊には随格冷戦隊の3機が攻撃を行いましたシ隊長は激強として著名な岩本鉄造一飛走でしたがショート隊員以下ほとんどの機体は冷戦の妨害をかいくぐって 昇格に爆撃を実施しました攻撃を回避していた昇格に最初の爆弾が命中したのは11時5分でした左源全部に命中した1000ポンド爆弾により全部エレベーターは使用不能となり艦内では火災が発生しますさらに高度100メートル以下まで昇格に接近して投下されたジョン・パワーズ帯域の1000ポンド爆弾が飛行艦パン後部に命中昇格の飛行艦パンは破壊され 航空機の発着が不可能となります昇格に命中弾を与えたパワーズ隊医機は爆弾命中直後に墜落パワーズ隊医は戦死します爆弾投下前に対空砲火か冷戦の攻撃で損傷していたという説と投下した爆弾の破片を受けて墜落したという説がありますがパワーズ隊医はこの戦後により名誉勲章を受賞します第5爆撃飛行隊が昇格に攻撃を開始したのと同時刻 ジョゼフテイラー少佐率いる第5雷撃飛行隊も、昇格に攻撃を開始していました。低空にいた冷戦2機が、雷撃隊を攻撃しますが、随伴していた F4F に阻止され、9機の TBD すべてが、昇格に向けて魚雷を発射します。しかし、昇格左限距離2000メートル前後で発射された魚雷は、すべて昇格に回避され、命中弾はありませんでした。9本の魚雷のうち、 3本が不安定な走行を見せたと記録されておりマーク13魚雷の信頼性の低さがまたしても露呈した形でしたヨークタウン隊は6発の爆弾と3本の魚雷の命中を報告しています雷撃隊が魚雷命中の水柱と報告したのは実際には同時攻撃の爆撃飛行隊による資金弾の水柱でしたが彼らは炎上する昇格を見てその沈没を確信します 一方、レキシントン隊については、時系列がやや不明確ですが、レキシントン航空軍司令官ウィリアム・オールと中佐が日本艦隊を発見したのは、ヨークタウン隊から約1時間遅れの11時30分以降でした。すでに述べたように、レキシントン隊は3機の F4F と18機の SBD が日本艦隊を発見できないまま帰還し、TBD1 機も故障により引き返したため、機動部隊を攻撃できたのは、 6機の F-4F に護衛された SBD-4 機と TBD-11 機に過ぎませんでした一方、機動部隊もやや遅れて上空のレキシントン隊を発見空母随格から上空の冷戦隊に対して敵機襲来が打電されますしかし、冷戦隊によるレキシントン隊への攻撃は11時40分、オールと中先以下、第二偵察飛行隊の SBD-4 機が昇格に爆撃を行った後となります オールと中佐の投下した爆弾は、昇格環境後部の基重台付近に命中、環境の人員に大きな被害をもたらしました。第二偵察飛行隊は、爆弾投下後、冷戦隊の攻撃を受け、最終的にオールと中佐機以下、SBD2 機が未機関となります。一方、ジェームズ・ブレット少佐率いる第2雷撃飛行隊の TBD11 機も、オールと中佐らの攻撃に続いて、昇格に攻撃を行います。 これに対し、上空の冷戦対数機が攻撃に向かい、TBD に随伴していた第2戦闘飛行隊の4機の F4F と空中戦に入ります。低空で行われたこの空中戦は、冷戦が優位に戦い、F4F は、ノエル・ゲイラー隊域を除く3機が未機関となります。ゲイラー隊は、2機の撃墜を報告し、未機関となった3機も、数機の冷戦を撃墜したはずと述べていますが、 日本側の未機関機は昇格の宮沢武雄一飛装機のみでしたゲイラー隊らイイが冷戦隊を引きつける間に11機の TBD は昇格に至近距離から来撃を行いますが魚雷はすべて回避され昇格に損害はありませんでしたしかし歴ントン隊は昇格に2発の爆弾と5本の魚雷命中を出張同艦の撃沈確実を報告しますなおかつ攻撃終了後 一部の機体がスコールに隠れた無傷の随一角を発見したことから、第17任務部隊司令部は敵空母は3隻であり、残る1隻は無傷であると判断します。昇格の火災は攻撃終了後まもなく沈下し、沈没の危険はありませんでした。しかし、3発の爆弾により、戦死、行方不明109名、負傷114名という大きな人的被害が発生しました。また 飛行甲板の損傷も応急修理の限界を超えており、昇格は航空機の発着が完全に不可能となります。昇格は攻撃隊の収容大髄核に依頼し、12時20分、北方に退避を開始し、戦場から離脱します。3発の1000ポンド爆弾により、航空機用軽出油タンクに引火し、火災を発生した昇格が沈没に至らなかったのは、ほとんどの搭載機が出撃済みで、格納庫内に、 燃料を搭載した状態の航空機が存在しなかったため、炎焼の阻止が比較的容易であったことが最大の理由でした。閉鎖式2段の格納庫を持つ日本空母は、開放式1段の格納庫を持つ米空母に比べ、対抗性に優れる反面、格納庫内での火災発生に極めて脆弱であり、この弱点は約1ヶ月後のミッドウェイ海戦で一気に露呈することになります。 機動部隊上空の戦闘におけるアメリカ側の損害については諸説あり、やや不明確です。これは、ヨークタウンの戦闘報告が、攻撃時と擁撃時の損害を区別して記録していないこと、および、直後のレキシントン沈没により、搭載機の喪失時期と理由が曖昧になったことなどが原因だと思われます。喪失機の何機かは、第17任務部隊付近までたどり着いてからの洋上への不時着であり、乗員は官邸に救出されました。 また、喪失以外にも、多数の被弾機がありましたが、セルフシーリングタンクと防弾鋼板により、機体は大破しつつも、搭乗員の回収には成功しているのが特徴です。日本側の冷戦隊の喪失は2機にとどまりました。しかし、昇格への着艦が不可能となったことにより、さらに3機が不時着により失われました。冷戦隊は、不確実7機を含む40機以上の撃墜を報告していますが、 実際の戦果は F4F3 機と SBD2 機だったと考えられていますさらに撃墜した SBD はいずれも登壇を終えた機体だったと思われ敵機による攻撃の事前阻止には完全に失敗した結果となりました SBD の攻撃開始以前に擁撃可能高度で10機以上の冷戦が対空していたにもかかわらずヨークタウン隊とレキシントン隊の SBD いずれもがほぼ奇襲に近い形で 昇格への攻撃を行っているのは日本側がレーダーを持たずさらに当日の悪天候により目視での対空監視が大きく制約されたのが最大の理由でした動画「インド洋作戦3」で述べたように機動部隊は晴天だった4月9日にも正論ロン沖でイギリス空軍のブレニム爆撃機の奇襲爆撃を受けており悪天候だったこの5月8日はついに昇格が大破し 目視による対空監視の限界を露呈することになりました。また、随閣が発見した鉄器の情報は、モールス信号で上空の冷戦隊に送信されたものの、その情報は迅速性と詳細さを欠き、多くの冷戦搭乗員は、昇格周辺に水柱が上がるのを見て、鉄器の位置を初めて把握することになりました。閉鎖式2段の格納庫の火災に対する脆弱性、および レーラーと航空無線を駆使した近代的な艦隊防空システムの欠如この2つの問題により機動部隊は発足当初から防御面に致命的な欠点を抱えていましたしかし一方的な攻撃が可能だった海戦当初にはこの欠点は露呈せずまたサンゴ海海戦の勝格大破の教訓も装備や戦術に直ちには反映されませんでした日本海軍が 日本空母と機動部隊のこうした欠点を明確に認識するのは、ミッドウェー海戦で、4隻の空母を一気に喪失した後のこととなります。